ほとぼりが冷めた頃に、前編記事、和田剛、人的保障、騒動の内幕。実は、無償トレード案まで持ち上がっていた、衝撃の中身、では、ソフトバンク、西武両球団が人的保障、そして無償トレードをどう協議したか、内幕をつまびらかにした。そして、人的保障の選手に加え、無償で選手を譲渡するのはフリーエージェント規約に違反することにも触れた。だが、方法はいくらでもあると語るのは、サル球界 OB だ。もちろん表向きは今回の FA の保証と切り離してのものとして扱うでしょう。ただ、無償トレードの候補とされている三森大輝、牧原大成、柳町達郎はいずれも昨季、一軍で100試合前後出場している選手たち。そのような無償トレードは不自然、極まりない。しかし、ほとぼりが冷めた頃に、金銭トレードと発表して実際には譲渡するだけにしたり、他の選手も絡んだ西武優位のトレードに形を変えることはできてしまう。ソフトバンクの球団関係者は、切実に訴える。今回の件で和田をごね毒だと批判する人もいるが、引退という言葉を口にするのに、どれほど大きな覚悟がいったか。買いのにしても、野球人生を大きく変えてしまった。その上、さらに犠牲者を増やすようなことがあっていいのか。仮に三森なら埼玉県出身で、西武の方が出場機会を得られるなど、本人が望むというなら犠牲という言葉は当てはまらないかもしれない。ですが、同意もなく強行するものだとしたら、フロントは選手を駒としか思っていないということでしょう。人的保障をめぐる一連の協議内容について、本氏は両球団に事実関係を問い合わせた。第二の和田を生まないために、FA 移籍に伴う保証に関するプロセスについてはお答えをしておりません。福岡ソフトバンクホークス株式会社広報室。同球団の補強ポイントに合致する選手として、甲斐野洋投手を指名いたしました。プロテクトリストの内容は、ご回答いたしかねます。また、チームの編成に関する検討内容の詳細については、従来から非公表としております。株式会社西武ライオンズ広報部。と答えるのみだった。前出の球界 OB は、この無償トレードについては、こうやって記事として表に出てしまえば話自体が潰れる可能性は高いと思う、と話すが、現行の制度のままでは、第二の和田が出てしまうことを否定できないと危惧するのは、西武で監督を務めたこともある井原春樹氏だ。最大の被害者は誰か？和田はこれまでソフトバンクに大きく貢献し、戦線は監督にもなるような選手。それをプロテクトしないというのは私には考えられない。本人も内心は怒りに震えているでしょうし、最大の被害者ですよ。甲斐野もプロテクトされていて当然の選手。もしプロテクトされていたのに人的保障になったのだとしたら、ルールが守られなかったことになる。無償トレードもしかり、我々、外から見ているものには実際のところはわかりませんが、これだけ世間を騒がせているのですから、コミッショナーはきちんと調べて違反があったかどうかを説明する必要があると思います。もし違反があったのなら両球団にペナルティーを与える。そうしなければまた同じことが起きないとは言えませんよ。無償トレードに関してはわかりませんが、ソフトバンクが西武にお願いをして和田の人的保障の指名をやめてもらったのなら、弱みを握られたということ。どこかで借りを返す時が来るのかもしれません。その時もまた選手が犠牲になるようなことはあってはならない。中黒、もしプロテクトリストに載っていた選手が人的保障として移籍を余儀なくされたのであれば、これは許されざることです。続く記事、日本プロ野球選手会も問題視、和田剛、人的保障、騒動でソフトバンクが失ったもの、では、一連の騒動に対する選手会の見解を紹介しています。ソフトバンク和田騒動、王貞治会長が初めて口を開いた、放出される甲斐野洋27に伝えたいこと。ことの始まりは1月11日の日刊スポーツだった。日刊スポーツ紙は、西武が FA でソフトバンクに移籍する山川穂高選手の人的保障として和田剛投手を指名すると報じたのです。昨年、8勝を挙げた和田投手は小久保裕紀監督から今季の開幕ローテ起用を明言されているほど。それなのに、プロテクトから外れていたのは驚きです。スポーツライター。女性への強制性交の疑いで書類送検、その後、不起訴された山川の代わりにミスターホークスと称される和田を放出するという一報は高藤たちの大反発を招いた。ところが11日の夕方になると一転して西武は人的保障として甲斐野洋投手を獲得すると発表。
家中の人となった和田は、自身をめぐる騒動について、この件には触れたくない思いと、考えたくないというのが自分の思いです。と言葉少なに語ったのみ、王会長から甲斐野選手に伝えたいこと、V 奪還を狙うも、新年早々出花をくじかれた格好のソフトバンクホークス。チームの顔である王貞治球団会長は何を思うのか、話を聞いた。今回の FA と人的保障をめぐって、王会長自身が動かれたことはある。僕は決定した段階で、甲斐野っていうのが指名されたと聞いただけです。甲斐野選手に伝えたいことは、球団がそういう方針で決まって、向こう、西武から求められて甲斐野選手が入るわけだからね。あとはもう頑張ってくれとしか言いようがありません。1月17日、水曜日12時配信の週刊文春電子版及び1月18日、木曜日。発売の週刊文春では、王会長が週刊文春に語った日刊スポーツ記事の真犯人や山川選手と交わした会話について紹報する。